ノンレンシュタインの展望塔レーディングハウゼンは、ドイツ連邦共和国、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州北東部のヘルフォルト郡に属す、町村である。ビーレフェルトの北約30キロメートルにあたる。人口約1万人のレーディングハウゼンは、デトモルト行政管区に属す、ヘルフォルト郡で最小の市町村である。この町が、現在の町域となったのは、1969年に、 キューアムとレーディングハウゼンの町村が合併した後のことである。しかし肥沃なラーフェンスベルガー地方にあたる現在の町域には851年にはすでに集落が文献に登場している。レーディングハウゼンの地形図レーディングハウゼンはビーエン山地の南周辺部にあたるラーフェンスベルガー丘陵に位置している。最寄りの大都市は 3 0トル南に位置するビーレフェルトと3 2トル西に位置するオスナブリュックである。BN 山地の尾根が主に町の北側の町境をなしている。BN 山地の尾根の北側にあるエッケタールの国一部がレーディングハウゼンに含まれる。町の北東部のノンネンシュタインは海抜2 7 4メートルで町内の最高地点である。最も北東に位置する。 ドノアーベルゲの高さは、海抜243メートルである。この山は、町境の外側、わずかに北東の位置で再び高度を増し、海抜289メートルの山頂に達する。ビーエン山地は、北から南に向かって緩やかに下っている。エルゼ川の谷が、海抜68メートルで町内の最低地点である。レーディングハウゼン地区の境界は、 海抜150メートルの場所に立っている。数多くの小さな川が町域を流れ、主にエルゼ川に合流している。エルゼ川は南西の町境の一部をなし、西から東に数百メートルの間町内を通っている。町内を流れる最も大きなエルゼ川支流はキリハーバフハ川、またはコルバフハ川で、後者はレーディングハウゼンの西の町境を形成している。 ビーレン地区やシュベンニングドルフ地区を流れる、小川の一部は、ほとんど認識されることのない分水海の北側にあり、グローセアウエ川に流れ込む。グローセアウエ川は、レーディングハウゼンビーレンから流出し、地元では、ノイアーミューレンバッハ川とも呼ばれる。エルゼ川とは、対照的に、グローセアウエ川は、ビーエン山地の南側ではなく、北側でベーザー川に合流する。 グローセアウエ川は、自らが作ったビーエン産地の切れ目の谷を通って、シュベンニングドルフイコールの家ミューレからこの町を離れ、ホルツハウゼンの長域に向かう。この谷が貫通する前は、グローセアウエ川も南に向かって流れていた。東部では、ゲビングハウゼンバッハ川が、土のう付近の水を排水しており、エルゼ川に流れ込む。南部の B ンシュベニングドルフ、オストキルファーを通って、 タルミューレンはッハが流れている。この川は、グートベッケルの掘りを成している。最も北西部のビーエン山地のごく一部は、グリューナーゼーを経由してフンテ川に排水される。町域は、ビーエン山地の高地と南部のラーフェンスベルガーボン地に、ゾクシェールゼガーの谷に囲まれた平らな部分とに分けられる。尾根状のビーエン山地は長く伸びた森に覆われた山地で、 街道とグローセア上側の谷によって分断されている。レーディングハウゼンでは、尾根は、ジュラキ後期の、固くしらみがかった B 園産地砂岩で形成されている。南に向かって、ジュラキの砂岩層である、ヘイルズンマー層、オルナーテントーでジュラキ中期の石灰を含んだ、コルンブラッシュ砂岩の順に並んでいる。B 連動路には、砂岩の採石場が設けられた。 急勾配で、岩の多い斜面では、ブナの生育や草、苔の生育は限られている。数多くの小川が湿った水源盆地から流出し、V 字国に流れ込んだ後、例えばシュベンニングドルフのビーゼ川の谷のように幅の広い床谷を蛇行していく。長域の広い部分が、ラーフェンスベルガー盆地に属している。ラーフェンスベルガー盆地は、 海抜50メートルから140メートルの範囲で緩やかに波打つ丘陵地である。特徴的なのは人の手によって形成された谷でしばしば脆弱な土地に突然深く切れ込んでいる。地域が設けられる以前の特徴を持つ V 字国も森の中に残されている。地下は水を通さないジュラ紀前期の地盤である。これは 1> 約1億8000万年前の海底で、ここからアンモナイト、薪貝、二枚貝の化石が見つかる。粘土は稀に地表に現れており、ベストキルファーでは、レンガ作りに使われている。ビュルム表記には、レーディングハウゼンオを5メートルほどのオード層が覆っていた。オードは多孔質で、保水能を持ち、軽く、容易に褐色度に変えることができる。石灰分に乏しく、 氷河時代からの迷子遺志が多くあるものの、全体的には極めて肥沃な工作地に属している。エルゼ川の谷は、オスナブルックからポルタベストファーリカに至る氷河国のエルゼベレテ地の一部で、ある。エルゼ川両岸の暖球では、肥沃なオードが流され、砂、ローム、玉石が堆積している。しかし一部は、氷堆積やライアス粘土岩といった、古い谷の層が現れている。 直線化され、堤防で囲まれたエルゼ川に沿いに草地が伸びている。以前蛇行していた川は定期的に氾濫し、このためにメートル及ぶローム層で覆われていた。レーディングハウゼンは、地熱ゾンデや地熱ポンプを用いた、地熱利用に、中程度に、ただし北の高地へ向かうほど、良好に適している。レーディングハウゼンの土地利用図。緑が森林、赤が住宅。 交通用地、白が農業用地である。町の面積は36.27平方キロメートルである。南北軸の最大長は約7.9キロメートル、東西軸のそれは約7キロメートルである。最大の森は北部のレーディングハウゼン地区、シュベンニングドルフ地区、ビーレン地区にまたがるビーエン山地の斜面にある。この森は主にオークセイの森である。しかし、 森に覆われているのは町全体のわずかな部分である。産地部分を除けば町の多くの部分は農業に利用されており、森はほとんどない。唯一の記述すべき森としてはグートベッケル周辺のホスホルツである。土地は王土の土壌で肥沃である。ある時には小規模な農場で穀物やトウモロコシが栽培されており、菜種の栽培も増えている。湿った地域は 牧草地として利用されている。以下の表に2012年12月31日、現在の土地利用の詳細を示す。レーディングハウゼンに隣接する市町村は、南が、中級中心都市、ビュンで西と南西が、ニーダーザク先週州のメレ、北のビーエン山地を越えた側が、ニーイコールルベッケ軍に属すプロイシシュウルデンドルフで、ある。南では、 ニーダーザクセンのメレシ、ブルーフミューレン地区とレーディングハウゼンのブルーフミューレン、地区がエルゼ川によって隔てられている。ミンイコールルベッケ軍のヒュルホルストとの間にも極めて短い町境が存在する。この町境は、レーディングハウゼンの北東端にあたる、ビーレンイコール道の付近にある。レーディングハウゼンの地区地図レーディングハウゼンは、1969年1月1日に、 市町村合併が発行するまでは独立した町村であった5つの地区で構成されている。人口が最も多いのは南西に位置するブルーフミューレン地区である。北西部に行政機関が置かれているレーディングハウゼン地区、北部にシュベンニングドルフ地区、北東に面積が最も広いビーレン地区がある。南東部にはオストキルファー地区がある。レーディングハウゼンは 温和な中央ヨーロッパ気候区に位置している。気候は中央ヨーロッパの海洋性気候から大陸性気候への移行地域に位置することやビーエン3地沿いの150メートルの高度により主に西風である。レーディングハウゼンの年間平均気温は摂氏8.5度である。最も暖かい月は7月と8月で平均気温はそれぞれ摂氏16.7度及び 摂氏16.3度である。また、最も寒いのは1月と2月で、摂氏0.3度と摂氏0.8度が平均値である。最も降水量が多いのは8月の平均82ミリメートル。最も少ないのは2月と4月の52ミリメートルである。月間降水量の変動はわずかである。0.1ミ、mm、リメートル以上の降水がある日は201日。 年間降水量は7 5 1ト、mm、ルで、ドイツ連邦全体の平均を下回る。この地域の長期平均日照時間は1473時間である。レーディングハウゼンの気候。レーディングハウゼンは、高地にあることから、年間平均気温は、近隣のヘルフォルトに比べ約摂氏1度、エルゼ川沿いの低地に比べ約摂氏0.5度低い。町の北部が雪でも、南部では、 雨が降る場合もある。冬はおおむね穏やかで、夏は比較的暑い。風向きは主に西風、または南西風で、この風が大西洋から一年を通じて一定の降水をもたらしている。夏の降水量は冬に比べやや多い。上述の風向きのため、トイトブルクの森の風上側のような山腹を気流が上昇する際の激しい雨は多くない。むしろ、 BN 産地、オスニング、メラー山に囲まれた地形のため、ヘルフォルトに比べて、降水量が少ない気候である。その降水量の違いは、年間50ミリメートル程度である。年間を通じて湿度は高い。以下の表に、長期の平均気象データを示す。現在のレーディングハウゼン町を含む地域の歴史は、個別の事件によって形成されたというよりも、むしろ、 住民たちの生活基盤を何度も変えながら、ゆっくり発展してきたものであると言える。したがって、これ以後は特に発展の道筋を手がかりにして、歴史を記述する。現在のレーディングハウゼンの町の歴史は、1888年、移行自治体連合体アムトレーディングハウゼンに、属していた5町村が1969年に合併したことに始まる。しかし、 いくつかの集落はこれよりもずっと古い歴史を有している。レーディングハウゼンはラーフェンスベルガー地方の開拓地に属していた。肥沃な王土の土壌により古い入植地の一つに数えられる。この集落は中世初期までは文献で遡ることができるが明らかにそれよりも古い入植地の痕跡が残されている。石符や石ありの穂先といった出土品は 新石器時代には、漁師や恐怖がこの地域に定住していたことを示している。ローマの歴史著述家タキトスによれば、紀元前後この地域には、ケルス貴族が定住していた。このザクセン人部族は、民族移動時代にこの地から追われた。現在の町域にはこれに代わって、ザクセン人のエンゲルン族が住み着いた。エンゲルン族は、現在レーディングハウゼンの教会が建っている丘の上にあった。 礼拝書でゲルマン信仰の儀式を行っていたと推測されるレーディングハウゼンの方がとなったハウスキルファービッドキント公に率いられたエンゲルン族は772年から804年までのカール大帝率いるフランク人との戦いに敗れその宗教を捨て強制的な洗礼を受け850年頃に最初の木造教会を旧礼拝所後に建設したフランク人は 支配地域にガウノハクを配置し、王領の管理運営に見つれらせた。こうした王領の一つがレーディングハウゼンのハウスキルファーであった。この荘園は推定創設年から数十年を経た851年に初めて文献に記録されているが、これがレーディングハウゼンの中核部に関する最も古い文献資料である。この資料の中でドイツ人、オーリュトビヒは822年頃に ルートビヒケ験ケン王がヘルフォルトに創設した女子修道院にハウスキルファーを寄贈すると記している。シュベンニングドルフは1088年にオスナブリュックの司教の手紙に初めて記述されている。この集落はおそらくその創設者シュバネキンにちなんで、はじめはシュバネキンドルフと呼ばれていた。後にヘルフォルト近郊の山の修道院の長税母に動く。 小さな集落としてビニーレン、キルファー、レーディングハウゼンが記録されている。レーディングハウゼンは1147年に初めて記録されている。レーディングハウゼンは創設者ローデラートにちなんで、はじめはローデラーツハウゼンと呼ばれていた。命名に関するもう一つの説に、現在のメレにあったグレーネガウのフロートラートにちなんだとする説がある。ゴビのインハウゼンは、 森に覆われた山の近くの場所であることを示している。1150年には、オストキルファーも、オスナブリュック市教とテックレンブルクハクトの売買契約書に記録されている。12世紀にビーレンも初めて記録された。ビーレンは、ベアラに由来する地名で、これは、果実の豊かな森を示している。ベストキルファーは、ヘルフォルト三次会の長整母に、1308年に、 初めて記録されており、公式の記録上ではこの町で最も新しい集落である。レーディングハウゼンの聖バルトロメウス教会現在の5つの地区ビーレン、シュベンニングドルフ、レーディングハウゼン、オストキルファー、ベストキルファーは時代とともに農村から発展していった。レーディングハウゼン最大の教会である聖バルトロメウス教会は おそらくエンゲルン族の木造教会を禁現としており、1233年に初めて文献に記録されている。この教会ははじめ、オスナブルック司教及び被護者としてのヘルフォルト参事会の影響下にあった。1533年頃、この教会はプロテスタント化され、少なくともその年から何度もレーディングハウゼンの聖職者によって子供、ハウスキルファーに次ぐ第二の現存する。 領主官、グートベッケルは1350年に初めて記録されている。第三の騎士官である、ビーレンのグートバークホルストは1349年に初めて記録され、後の1888年から1907年までアムトレーディングハウゼンの役所として利用されたが、その後取り壊された。レーディングハウゼンの人々はもっぱらの耕香、落農、林業で生活していた。 800年頃、レーディングハウゼンの住民は深い森に囲まれ、互いに数キロメートルの間隔で点在する集落で暮らしていた。一つのドルベルは10件程度までの農園を有していた。レーディングハウゼンの領域には、レーディングハウゼン、シュベンニングドルフ、ジーエンドルフ、ビーレン、ドのノ、オストキルファー、ベストキルファーのドルベルがあった。ドルベルは、 肥沃な低地のすぐ近くの小高い丘に形成された。ドルベル周辺の傾斜地ではもともと臨作がなされていなかった。長さ約500メートル、幅約12メートルの細長い高地に分割されていた。原野は内芝でセフされた。こうした農地形態はラングストライフェネッシュと呼ばれるが、ゲルマン語起源で食べるを意味するエッシュとも呼ばれる。分割された土地は敷地に合わせて、 s 字型をしており、細い側から出入りした。この細長い土地は、それぞれ一つの農園に属し、これによって経営されたが、その穀物収穫量によっては共同の牧草地として利用された。農園自体は最も若い後継者に分割されることなく相続された。森では豚が飼育された。豚はどんぐりを食べていた。農民たちは、より強力な土地所有者や宗教団体に、 零属していない限り、土地を所有する貴族や、ヘルフォルト産次会に、いわゆる10分の1税という税を納めなければ、ならなかった。最も若い後継者のみが農園を相続したため、それ以外のエルプケッターと呼ばれる後継者たちは、親の農園の近くに、新たな農園を、約1000件増営した。エルプケッターは、せいぜい親の所有地あるいは、権利のごく一部を相続できただけであり、 エッシュを開墾しなければならなかった。ドルベル周辺には、エルプケッターによって新たな農地が開墾されていった。農地形態としては、ブロック地上型工地が選ばれた。農場の形は不規則な多角形のブロック状に分割されており、共同での利用はなされなかった。エッシュとは異なり、農場の出入り口は細い側からというような、統一性はなかった。こうした農場拡張の一方で、 古いドルベルは単独で農園経営を行うようになっていった。この他に、大地主を特徴とし、霊園領主のために一定の職務を引き受ける荘園が成立した。レーディングハウゼンで最も古い荘園の一つが、レーディングハウゼン地区のホーフシュタインマイヤーである。シュタインマイヤー家は、遅くとも1319年には存在が確認されており、今日まで存続している。 1450年頃から1650年頃に、ドッペルから離れた共同マルクに、農業に利用される補助とそれに伴う小さな小屋が作られた。ここに住むマルクケッターは、エルプケッターや、相続人とは、対照的に遺産を全くあるいはごくわずかしか得られず、マルクに入植せざるを得なかったもので、エルプケッターからは、疑いの目で見られていた。マルクケッターは、 土地所有者ではなく、その生計は、教会の森で飼育している家畜によっていた。その権利は既存の農民たちがしぶしぶ与えた、ものであった。当時の深いマルクの森は、野蛮なマルクケッターの入植によって撲滅され、しばしば非組織的に、再植林がなされた。16世紀以降、釈地農は、新たな入植者グループを形成した。 彼らは土地所有権を相続することはできず、借りた小屋に住まねばならなかった。恋の届く範囲に小屋の持ち主の農場があり、小さな土間には家畜小屋があった。借地農は借地料農民への労働で支払った。人口増加に伴い、マルクケッターもホエルリングも十分な収入が得られるようになった。こうした貧しい社会階層は15世紀に甘栽培とこれを減量する。 リンネル加工を新たな収入源とした。ラーフェンスベルク地方の工業化の原型は、プロトインダストリーを特徴とする。リンネル織り、特に貧しい借地農や小屋重農は、自分の農場や小屋の所有者の農場での仕事がない、時に、天の加工を行った。有名なラーフェンスベルクのリンネルというニックネームを持つ、はこのたまものである。レーディングハウゼンの農家における旗を織り、 宝石部屋は日常の生活空間であった。宝石部屋共同体は冬に雨を糸に加工し、寝具用ふるいや食卓用ふるいを織った。一部はヘルフォルトやビーレフェルトへ販売するために歩いて運ばれたが、その後1856年及び1899年に鉄道によって結ばれた。典型的な食器は現在、グートベッケルの展示コーナーで見ることができる。 ホイエルリンゲは甘栽培のために土地を借りたが、相続農民やマルクケッターもその栽培を行った。プロイセン時代、リンネル産業は税収の増加に寄与した。ホイエルリンゲの数は急増し、1700年頃にはラーフェンスベルク地方の農業人口の2、3をホイエルリンゲが占めるに至った。1770年、プロイセンの圧力下でマルクは完全に私有地化され、 大部分が小規模農業者の農地とされた。大土地所有者は当初、それ以前の土地所有権に相当するマルクの大部分が割り当てられた。しかし、もはや大規模農場としての経営は困難であり、このため、小作実りに委任された。こうした小作農的所有関係は20世紀の50年代まで維持された。この時代に地域は拡大され、 それまでマルクを利用していた家畜の放牧地となった。14世紀から1609年までのリンゲル産業の時代、この地域はラーフェンスベルク博領に属していた。博はアムトリムベルクの本部であるリムベルク城からこの地域を統治した。博は王から委託を受けた世俗の霊園領主であると同時にヘルフォルト三次会の代行者でもあった。 1647年にこの白領はブランデンブルクプロイセン領となった。その後30年戦争では紛争の的となり、これをめぐって戦闘が行われた。これ以後、レーディングハウゼンはほぼ中断なくプロイセン領であり、1719年からはプロイセンの行政区分ミンデンラーフェンスベルクの一部となった。現在の長域は1806年まで編むと、 リムベルクに属した。アムト・リムベルクは1695年頃に城が解体された後、はじめはホルゼン、1711年からはベルニングハウゼン、さらに後にはビュンデを行政拠点とした。しかし、1722年頃からはアムト領主貴族の権力が衰退し、それに伴って10分の一税納入の強制力も低下した。 1807年から1811年まで、レーディングハウゼンは短期間ではあるが、ベスト・ファーレン王国領として、事実上フランスの一部となり、ビュンデオゴーリ・レーディングハウゼン長長が、キルファーの農園主となった。1811年から1813年までは、フランス王国の領土となった。農民たちにとって、フランスによる支配は、霊園領主関係及び、 一定額を支払うことにより、濃度身分から解放される可能性を開くものであった。しかしホイエリングは、権利上はもはや貴族と関係ないものの、経済的には、長年の地主に依存した状態のままであった。レーディングハウゼン住民も、その戦闘に参加した、ワーテルローの戦いにより、ナポレオン時代が終焉した後、ベストファーレン地方は、プロイ占領となり、 レーディングハウゼンは1816年に新たに創設されたベストファーレン州ビュンデ軍の一部となった。これは1832年にヘルフォルト軍に再編された。1816年にレーディングハウゼンはレーディングハウゼン牧師管区と記述されており、1843年には現在の町区を独立した自治体として包含する教会アムとレーディングハウゼンとなった。 1888年までアムト・レーディングハウゼンはアムト・ビュンデとの人的連合として、アムト長官であるマイヤーの行政庁舎は1907年まではグートバ・ゴーストをちンりして、それ以後はレーディングハウゼン地区に新しく建設された庁舎が当てられた。これによりレーディングハウゼンは初めて行政中心となった。テンパービル記念日イギリスにおける工業家の交流と 機械食器によって、レーディングハウゼンのリンネル織は、採算の合わないものとなっていった。ドイツでは、機械食器は、例えばビーレフェルトのような大都市の宝石工場に、導入されただけであった。リンネル織にとって、最大の危機要因は1820年頃から、英国やベルギーからの輸出リンネルであった。協作も重なったその後の飢餓の20年間に、 レーディングハウゼン住民の一部は生活の必要から密輸業者となった。1836年から1856年まで現在のレーディングハウゼン地域はプロイセン領に属していたため、現在ニーダーザクセン州に属する隣接地域にあたるハノーファー王国とは異なり、ドイツ関税同盟に含まれた。この時代にデュイングドルフとベストキルファーとの間にヌ、砂糖、バター、 塩、コーヒーといった密輸品目を流通させるルートが発達した。その他の困窮した人々は、例えば現在姉妹都市となっている、オハイオ州、ペンバービルなどへ移住していった。この街の最高は、タバコ産業によってもたらされた。テニー・スベ・レンジークが、ビュンで近郊で、タバコ製造を開始し、最初のタバコ工場が設立された際、レーディングハウゼンにも、文工場が設けられた。 飢餓の20年が始まって以降1860年頃から多くのレーディングハウゼン住民が手工業によるタバコ製造に携わるようになった。リンネル加工に習熟していた多くの家族も工場やあるいは家でタバコを刻み巻きプレスする作業を行った。ホイエルリンゲは工場労働者となることで相続農民に対する経済的依存関係から解放されることになった。 皇帝の栄誉を称たたえて、1890年に、レーディングハウゼンの、教会脇に戦没者記念碑が建立された。これは帝国に対する多くのレーディングハウゼン住民の、熱狂を証明するものである。この熱狂が第一次世界大戦につながっている。1911年に、ノン・ゲンシュタインの展望塔の傍らに、皇帝に、忠実な帝国最小ビスマルクに対する記念碑が、 混流された。1903年と1912年の帝国議会選挙は、工場労働者の中に、社会民主主義に対する支持者が広く存在することをも示していた。1912年には、スピードの候補が35.6%の票を獲得した。1914年、レーディングハウゼンで動員が始まった。レーディングハウゼン住民の戦争に対する熱狂に、 ついては、様々な報告がなされている。故郷に残ったものへの戦争被害はわずかで、闇取引によって補給庫はほとんど平時と同様に満たされていた。農民たちにとっては、生産した作物は、正規の流通経路を避け、闇商人の間で、あるいは彼らが都市で販売するものであった。レーディングハウゼン住民のうち704人が戦争に従軍し、76名が死亡。 72名が負傷、14名が捕虜となり、10名が行方不明となった。1919年にオストキルファーの戦争記念碑が彼らに捧げられた。戦後は、1918年に、レーディングハウゼンにも公的な規律を保持する労働者、兵士協議会が創設されたにもかかわらず、多くのレーディングハウゼン住民は戦争終結を受け入れがたく感じた。皇帝の共像は、 1922年まで公共の建造物に設置されていた。アムトの貯蓄銀行では1926年まで皇帝の印象が用いられていた。役所は1928年になって、やっと新たな民主的規律の象徴である黒から赤、マイナス金の旗をしぶしぶ受け入れ、これを掲げた。これはプロイセンの行政区長官やレーディングハウゼンで初めて。 新しい旗を掲げたシュベンニングドルフスピード事務所の圧力によるものであった。この新しい民主主義はレーディングハウゼンに深く根を下ろすことはなかった。このため1933年のナチスによる権力掌握後皇帝の色である古い旗に戻されたことを多くのレーディングハウゼン住民は歓迎した。 1930年代の末期のドイツ国会選挙で、レーディングハウゼンの政治勢力は分裂していた。1932年7月31日の選挙では、スピードと KPD は合わせて34.6%、右翼勢力である NSTP と DNVP は合わせて62%の票を得て、1930年9月14日の選挙では逃した絶対多数を獲得した。 君主制を熱烈に信奉していた大統領、ヒンデンブルグは1925年、ドイツ大統領選挙で72.3%の票を獲得した。しかし保守的なレーリングハウゼンの選挙民は1932年までにアドルフ・ヒトラーに倶えした。1932年4月10日の大統領選挙で、ヒトラーは56.6%の票を獲得した。ナチ党による 権力掌握によって、レーディングハウゼンにおいても、社会民主主義グループや、その他のナチスに反対するサークルが活動を禁止された。この町には、地方紙ブリーダーが配置され、多くのレーディングハウゼン住民が NSTP に入党し、レーディングハウゼンとベストキルファーには、ヒトラーユーゲントの施設が開設された。ただし、郷土史家、ドルフ・ボゼットが論じているように、 レーディングハウゼン農民の社会国家主義への熱狂は、占領が審判に限定された。このアムトでは反ユダヤ主義も豊漁な土壌を得ることは、できなかった。特に、レーディングハウゼンには1905年から、ユダヤ人が住んでいなかったのである。唯一の、反ファシズム抵抗運動の兆しが1935年に、見られた。 以前、レーディングハウゼンの牧師であったルートビヒミューラーが、ライヒス・ビショフに任命され、昔の職場で祭イを挙行しようと企画したのだが、その予定日に閉鎖された聖バルトロメウス教会の前に立ち尽くすことになった。ベックマン牧師は、鍵を持ったまま、あるいは隠しておいて、ライヒス・ビショフには、牧師は散歩に出たと伝えさせたのである。1939年、ドイツは、 ポーランド侵攻により第二次世界大戦を引き起こした。補給庫は1914年から1918年まで時代に対応して安定した状態にあった。レーディングハウゼンでは戦争捕虜のフランス人、ポーランド人、その他の国の人々が農業に従事していた。捕虜たちは強制労働に使かされていたが、食堂では歓迎された。だが、あるポーランド人戦争捕虜は、 村の娘に言い寄ったというだけで短い裁判の後公式刑に処せられた。1942年以降、レーディングハウゼンに疎開したドイツ人が流入したため住宅不足が深刻になった。1944年からレーディングハウゼンに空襲の威嚇が増えていったが、数発の爆弾がビーレンの数軒の小屋と家屋一軒に落とされただけであった。 アムト・レーディングハウゼン内での唯一の戦死者は空爆によりノイ・エ・ミューレ付近で亡くなった。1945年4月3日、イギリス軍が戦闘することなくレーディングハウゼンに到達した。その日の夕方、二人のイギリス軍将校が捕虜から解放されたセルビア人将校三人、農民ハインリヒマイヤー、アムト長官ベックマンと共にこの地域での戦争終結を シャンパンで祝った。1945年4月5日に、アメリカ軍がこのアムトを占領し、ビーレンに陣地を構えた。ビーレン地区のヘッカー急避縁の工場、第二次世界大戦後、タバコ産業は次第に機械化され、巻きタバコの需要が減少して、葉巻きの需要が増加した。これにより1950年代に、多くのレーディングハウゼン住民の経済基盤がまたもや、 危機に陥った特に職場安全のために1930年頃から発明された自動巻き機の使用を1933年にナチスが禁止したことが災いして、タバコ産業は工業的競争力を失った。1956年に完全雇用時代の禁令は撤廃され、多くのレーディングハウゼン住民は職を失った。 ハウスですがステスのツーリストインフォメーション及び住民サービス事務所、タバコ産業衰退後にシガーボックス製造業者が見出した打開策が家具製造工場であった。現在でもレーディングハウゼン最大の雇用主はキッチン家具製造業者である。しかし、主にビュンデ、リュベッケ、ヘルフォルト、ビーレフェルトを中心とする家具産業は タバコ産業の衰退を完全に保管することはできず、田舎の魅力を有する北部地区のレーディングハウゼン、住民は収入源を観光業に求めた。このために、ペンションが開業され、屋外プールが建設され、クアパークが設けられ、ビエン産地には山小屋やベンチを備えた遊歩道網が整備された。ノルトベストファーレン州の公演のも1977年に、 ハウスデスガステスがオープンした。レーディングハウゼンは1980年に終始定ルフトクールオルトとなった。1952年から1993年までオストキルファーのバードウッド兵舎にイギリス陸軍ライン軍団の兵士が駐屯していた。1953年に計画された組用飛行場計画は阻止された。1956年の拡張計画。 1984年の射撃練習場計画も同様であった。広さ27ヘクタールの旧兵舎は、1997年に再開発がなされ、産業地区に改変された。1993年まで、ここにはイギリス陸軍第一装甲士団輸送連隊が駐屯していたが、その後牛ータースローに移転した。1969年1月1日に、 シュベンニングドルフ、ベストキルファー及び廃止された自治体ホルゼンとムックムの一部が合併した。ベストキルファーは同時にブルーフミューレンと改名された。さらにかつての自治体で現在はビュンデノシクとなったホルゼン及びムックムの公募地が編入された。廃止されたアムトレーディングハウゼンの権利継承者はレーディングハウゼン町である。これ以後、領域の変更はなされていない。 1843年のアムトレーディングハウゼンの人口は3577人であった。2006年のレーディングハウゼンの人口は1164人で、ヘルフォルト郡で最も小さな町であった。1975年から2005年までの間に、レーディングハウゼンの人口は8000人。 1998年から2005年の軍平均値4.7%と比較して大きな人口増加を示した。人口増加は移住による増加が原因であり、死亡率が出生率を上回ることが明らかとなっている。以下にアムトレーディングハウゼン及び1970年からは、レーディングハウゼン町の各時点における領域内の人口を示す。 1970年まで及び1987年の人口は国勢調査によるものであり、それ以外は州統計局の調査に基づいている。数値は、1871年以降及び1946年は、その時点で町にいた人口、1925年以降は現に在住していた人口、1987年以降は町を、 主な居住地とする人口を示している。1871年以前については人口の調査方法は一貫していない。1843年から1888年まではアムトビウンデレーディングハウゼンの人口のうち、後にアムトレーディングハウゼンに編入された集落の人口を示している。2外国人の項については1999年7月の 州の住民法の改正がなされ、2000年の報告書以降は改正後の数値である。レーディングハウゼンで各宗教への所属状況に関する詳細なデータは公表されていない。しかし、レーディングハウゼンの学生の宗教所属によって推測することが可能である。以下の表に示す通り、2006、7年学期の学生の74.5%が福音主義を信仰していた。 全住民の宗教傾向も同様であると推測される。福音主義教会本庁域内では、福音主義教会が優勢である。この町の最大の教会が、レーディングハウゼン地区の福音主義ルター派の姓、バルトロメウス教会である。この他のルター派教会は、ブルーフミューレンとビーレンにある。ビーレンとレーディングハウゼンの教会は、レーディングハウゼン福音主義教会に属す。これに対して、 ブルーフ・ミューレンの教会は、ベスト・キルファー福音主義教会に属す。国家社会主義者で、後に、ライヒス・ビショフとなるルート・ビヒ・ミュラーは1908年から1914年まで、レーディングハウゼンの教会の牧師を務めた。その他の福音主義教会シュベンニングドルーフには、自由協会組織として、教会堂を有するゲマインデデア・クリステン、福音主義自由協会、1854年に、 剣道された古典主義様式の教会堂を持つ独立福音、ルター派教会がある。カトリック教会レーディングハウゼンの数少ないカトリック信者はパーダーボルン広サ教区、ヘルフミン首席主催区ビュンダーラント神父会のホルゼン、聖ミヒャエル教会に属している。後に同志教区の補佐司教となるマティアス・ケーニヒはこの教会のジ任司祭であった。バルトメウス教会の近くに 小さな礼拝堂がある。かつてのユダヤ教、組織1814年に、ビュンデで、ユダヤ教組織が、はじめはわずかご家族で結成された。1815年に、シナゴーグが建設された。1856年にビュンデのシナゴーグ管区が、設けられた。1903年アムトレーディングハウゼンは、民連行政管区に編入された。当時、レーディングハウゼンには一人だけ、 ユダヤ人住民がいたのだが、1905年に転居した。ビューンデのユダヤ教組織会員は、第二次世界大戦中に追放されるか国外に逃れるかした。この宗教団体は今は存在していない。町役場レーディングハウゼンは、軍所属町村である。この町は、ヘルフォルト軍に属している。軍庁所在地は、ヘルフォルトである。レーディングハウゼン地区の町役場では、 1999年以降直接選挙で選出された1 0 0人の町長が執務を行う。この他に住民たちは26議席からなる町議会議員を選出する。町議会は26議席からなり、これに議長として町長が加わる。エルンスト・ビルヘルム・ホルト・マイヤーが2004年以降この町の町長を務めている。彼は初当選した選挙の際、 1> 第1回投票で53.9%の票を得た。2009年8月30日には有効投票数の60.0%の票を獲得して再選された。1969年の市長村再編後のレーディングハウゼン初代町長,長はギュンター・オーバーペニングであった。彼は市長村再編前はオスト・キルファーの第一町長,長代理であった。オーバーペニングは 後期三十年近くに及んで在職した後、1998年に町長職を退いた。公認には長年にわたってゲマインデディレクトールを務めたクルト・ホクトが町長に対する初めての直接選挙である1999年の選挙で有効投票数の60.2%の票を獲得し、町長に選ばれた。二千五年から移動庁役場が町内を循環している。 住民は、町長と対話したり、行政サービスの担当者に陳情することができる。1969年以前は、独立した町村で、現在は、レーディングハウゼンの町区となっている地域は、アムト・レーディングハウゼンとして統括されており、アムツ・ビュルガーマイスターが存在していた。当初このアムトは、アムト・ビュンダーと人的連合体を形成しており、アムト町は、 アムトビウンデレーディングハウゼンを管轄した。アムト町は、時によっては5つの町村の1つの町長を兼ねた。アムト制度末期のアムト町は、以下の通り。ペンバービルは、オハイオ州ウッド郡のボーテージ側の下半に位置している。2000年現在の人口は1365人であった。姉妹自治体関係は、1995年3月23日に、締結された。 19世紀に数多くのレーディングハウゼン住民がペンバービルに移住した。両自治体は歴史上互いに関係しているのである。レーディングハウゼではペンバービルにちなんでハウスレアが捨てす前の広場がペンバービル広場と名付けられた。レーディングハウゼンの町議会はフリッチェンドルフから逃れたドイツ人や放逐されたドイツ人に対する保護協力関係を1985年に 締結したこれ以後レーディングハウゼンでは、旧フリッチェンドルフ住民の共同集会が定期的に開催されている。レーディングハウゼンの旗紋章は、銀樹で2本の赤いシェブロンの下に、緑色のミル型の山上に黒い扉のある赤い塔が描かれている。この紋章に描かれているのは、BA 山地の尾根の上に赤く様式化された、ノンゲンシュタインの展望塔である。 その髪型に描かれた2本の赤いシェブロンはかつてラーフェンスベルク伯領に属していたことを示している。この紋章の使用許可は1976年に行政管区によってなされた。町の旗は長軸と平行に赤から白から赤で1、2、1の幅に分割された地色に町の紋章が描かれている。互いに支え合う2つのシェブロンが紋章記述に記されている。 この衣装は非常に多くの紋章に使われている。ラーフェンスベルクの紋章は銀字に3本の赤いシェブロンを有している。この衣装は白梁の領主家の立場にある家の紋章の一部となっており、プロイセンの大紋章にも見ることができる。また、現在、この地域の多くの軍や死の紋章となっている。例えば、ビーレフェルト、ボルクホルツハウゼン、ハレ、シュタインハーゲン、 フロート、ベルター、ギュータースロー軍、ニーイコールリベッケ軍である。グートベッケルビーレン地区のグートベッケルでは、優れた文化行事が開催されている。ロンドンのロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、北西ドイツフィルハーモニー管弦楽団といった一流オーケストラや、サンクトペテルブルクチロアンサンブル、あるいはユストゥス・フランツの指揮によるオーケストラが参加するコンサートシリーズ。 ロシアの夏もその一つである。このコンサートは120年前の救急車や庭園で開催されている。このほか、夏のグートベッケルでは、コンサート、朗読会、講演会がある文学、音楽祭、ベーゲイドゥルヒ、ダスラントが開催されている。こうした機会には、屋敷内のロッケンハウスで食事することができる。こうした行事は、特にグートベッケルで暮らした、女上詩人、 芸術収集家で芸術家の講演者でもあったヘルタ・ケーニヒが第二次世界大戦前に創設した長い伝統と関係づけられる。1994年にはこの忘れられた詩人を記念したヘルタ・ケーニヒ財団が創設された。この財団は賞金4000ユーロを副賞とするヘルタ・ケーニヒ文学賞を授与している。第一回受賞者はイリーナ・コルシュノフであった。庭園内には ヘルタケーニヒの像が建てられている。街で唯一の映画館がブルーフミューレンのエルゼレ・ヒトシピーレである。ビーレフェルト出身のホルスト・アウグスト・ボルベクは馬ぞりから子供用のソリまで200台以上のソリを収集、修復している。グートベッケルの旧ン車にそのうちの50台以上が展示されている。この他にグートベッケルの修復された宝石部屋ではやはり ボルベクが集めた木製の古い木を見ることができる。この宝石部屋は、ベストファーレンの農家における初期の典型的なものである。さらにビーレン養蜂家協会の諏訪湖集合施設や、ビーレンの基礎家庭学校のかつての部品を展示する商店示スペースがある。レーディングハウゼンには、シャンティー合唱団ブルーフミューレン EV、混成合唱団ーフリーデンファイトブルーフミューレン、 男性合唱団、フロージンアムビーエンなど多くの合唱団がある。この他に、ブラスアンサンブルベストキルファー、ブラスアンサンブルレーディングハウゼン、ブラスアンサンブルビーレニア、様々な年齢層グループのための教会合唱団が、数多くある。ノンネンシュタインの展望塔とビスマルク祝祭柱、レーディングハウゼンの象徴的建造物が、ノンネンシュタイン山に立つ高さ14メートルの展望塔である。 この建造物は1897年にカイザービルヘルム塔として建造された。ノンネンシュタインさんは完全に庁域内にある。この建物はもともともっと低かったのだが、20世紀末に現在の高さに増築された。1911年、ビュンデ体操協会及びレーディングハウゼンのビスマルク、新報社の提案で塔から100メートルほど離れた場所に、 ビスマルク祝祭柱が建設された。この記念柱は高さ6メートルの角柱で、正面にビスマルクのメダルがはめ込まれている。キルファー館、キルファー領師館とグルトベッケル現存する最も古い建造物はキルファー領師館である。この館は851年に初めて文献に記録されており、これがレーディングハウゼンの集落中心部に関する。 最も古い文献記録となっている。ベストキルファー及びオストキルファーの住民はこの館をキルファー館と呼んでいる。現存するもう一つの領主館が記述のグートベッケルである。この水木は1350年に初めて記録されている。最初の城塞は現在の敷地の北東部にあった。二つの特徴的な隅塔を持つ現在のバロック建築は1682年に 建設されたものである。教会1233年に初めて記録されているレーディングハウゼン最大の教会が福音主義ルター派のセバルトロメウス教会である。この教区教会の起源は9世紀にまで遡る。同じくレーディングハウゼン福音主義教会に属しているのがビーレンの教会である。この教会はその前身であるクルスと呼ばれていた木組建築の礼拝堂の 後継建造物として1908年にキリ霧市で建設された。ブルーフミューレンにあるベストキルファー福音主義教会のミハイル教会は1471年に礼拝堂として建設された。1904年に平行の堂が建てられ1930年に塔が建造された。内部では後期ゴシック様式の木製の公団1525年頃の 綺麗行進用十字架、十字架の道行きを描いた1724年製の絵画、五大樹の木を掘って作られた荒いライバンを見ることができる。シュベンニングドルーフの独立福音ルター派協会は1857年に建設され、1931年に斎藤と一部の増築がなされた。農場豊富オーバーシュルテの隠居所町内には、 数多くの典型的なベストファーレン型農場がある。肥沃な土壌での高い農業収穫は彫刻を施した梁やハフ先端のよそり柱などの装飾の豊かな農場建築をもたらした。村で一番納税額の高い農場はハウスナンバー1、2番目の農場はハウスナンバー2の称号を与えられた。こうした古いハウスナンバーは現在でもしばしば量の命に彫り込まれている。 典型的なラーフェンスベルク地方の農場は密集した村にの中ではなくドルッペルの形で分散している。数多くの付属建造物が本館を取り囲み、建造物複合体を形成している。各農場グループはそれぞれ農場の金を有していた。現在、ビーレンシュトゥーケンヘ原フェンやビーレンドーノにはこうした金が残されている。ラーフェンスベルク地方のどこでもそうであるように、木組は黒。 仕切りは白、ハフは、多くが能力色、屋根瓦は赤である。例えば、レーディングハウゼンの中核部にある1729年建造のの、隠居所を含む豊富オーバーシュルテや、1603年に、初めて記録され1820年に、現在の形態に改築されたヘール豊富などである。農場にはしばしば水車、風車,車を有しており、 ブートベッケルの現存している風車は1756年建造である。レーディングハウゼン地区には1972年まで豊富メレリングがあった。この農場建築は1590年に建設され、現在はビーレフェルトの農家博物館で見ることができる。この建物は博物館ではベストファーレンの典型的な農家の作例として展示されている。 この建物は1995年の博物館の火災によって大きな被害を受けたが1999年までに再建された。クールパルククールパルク広さ4.5ヘクタールのクールパルクはレーディングハウゼン地区とシュベンニングドルフ地区にまた上がっている。この公園では2008年まで毎年夏に公園ライトアップが行われていた。 クールパルクは1960年代に建設され、初めてルフトクールオルトのタイトルを与えられ、1981年にコンサートパビリオンが完成したことで完結した。公園の中心は大きな池とそれにかかる木製のアーチ橋である。クールパルクにはローゼ・レーディングハウゼンという名が付けられたバラシも栽培されている。 グーツパルク・ベッケル・メッタに公開されないグート・ベッケルの保護文化財庭園は19世紀末に造営された。この庭園は堀で囲まれ、幾何学的にレイアウトされた部分からなる、美しい古木を有する広さにヘクタールの景観公園である。この庭園は1890年に造園家、ルドルフ・ PC ユルゲンスによって設計された。この庭園は2005年に、 ヨーロッパ庭園遺産の一つに数えられた。夏には、プロジェクト、ガルテンラントシャフトオストベストファーレンリッペで、国際的な芸術家たちがその作品を展示している。エミーリアカバコフのインスタレーション、ミート・ジ・エンジェルは2003年からこの庭園内に、常設展示されている。レーディングハウゼンの自然保護区樹齢数百年の、風景を決定づけるような多くや、 ボダイジ樹の古木がレーディングハウゼンの景観には数多く含まれている。中でも結出しているのが樹齢350年を超える幹回り7.75メートルのビーレン境界のボダイジ樹である。レーディングハウゼンの5つの自然保護区は、キルファーバッハタール、ゲーレ、アウェバッハタールとこれに隣接する谷のベーマーホールスター、ビーゼンタール、シーレンベーケである。 さらにハービヒホルスター・ビーゼンタールの一部がこれに加わる。自然保護区の面積は約191.73ヘクタールで、長域面積の5.29%が保護下にある。レーディングハウゼンの有名なスポーツクラブが SV レーディングハウゼンである。このクラブの男子サッカー部門のトップチームは2012から13シーズンからベストファーレンリーガでプレーし、1シーズンで オーバーリーガベストファーレンへの昇格を成し遂げた。SV レーディングハウゼンは、ホームゲームを、ヘッカービーエンシュタディオンで開催している。シュベンニングドルフにある、このスタジアムは2011年にオープンし、屋根のある、メインスタンドには1500席の客席がある。この他のスポーツクラブとしては、テニスクラブ TTG レーディングハウゼン、スポーツフェライントゥースブルーフミューレン、カラテフェラインアサヒレーディングハウゼン、 CVJM レーディングハウゼンのハンドボールチームテニスクラブの TC レーディングハウゼン EV がある。TC レーディングハウゼンの男子トップチーム及び女子トップチームはベストファーレンリーガの夏季シリーズ及び冬季シリーズを戦っている。TC レーディングハウゼンはホームゲームをレーディングハウゼンクールパルク及び BM パルクのテニスコートで開催している。BM パルクはフィットネススタジオ サウナ、屋内テニスコート、スカッシュコートや食堂を備えたスポーツセンターである。この他の運動施設には、ヘッカー B エンシュターリオン、B レーンの人工芝サブグラウンド、オストキルファーのフェンシング場がある。校舎は、トゥース・ブルーフ・フミューレンが利用している。町は、ブルーフ・フミューレンの屋外プールを運営している。唯一の大きな体育館が、シュベンニングドルーフの総合学校体育館で、 その外には、タータンの運動場や、ランニングコースがある。ビーレン地区には、アウエンクベレ馬級舎がある。ここは、ビーレンイコールドーノの景観を決定づける、馬の放牧場があり、成功した競争場を飼育している。街には常設の劇場も、常設のステージもない。レーディングハウゼン総合学校のテアター AG は、学校の大行動や、クルトゥールフリューシュティックの場で、 多くの作品を上演している。レーディングハウゼンでは、高チドイツ語が話されている。しかしかつては、ラーフェンスベルク地方全域がそうであったように、オストベストファーレン方言、または、ラーフェンスベルガー方言と呼ばれる、ベストファーレンの定地ドイツ語の一種が話されていた。ラーフェンスベルガー方言では、レーディングハウゼンは、ラングキャソンと呼ばれる。 ラーフェンスベルガー方言は忘れ去られたわけではなく、レーディングハウゼンではしばしば真時に、定置ドイツが用いられることがあり、総合学校の生徒は研究サークルで、定置ドイツ語を学ぶ。クルトゥールフリューシュティュックでは、定置ドイツ語会話サークルが開かれる。レーディングハウゼン及びその周辺の、定置ドイツ語小冊子は、レーディングハウゼンで話されていた、定置ドイツ語を記録している。 ラーフェンスベルク地方の方言に関する最も大規模な例は、例えば、デア・バウアーンホフム1870がある。レーディングハウゼンには全国的に有名な郷土料理はない。レーディングハウゼンでは伝統的にベスト・ファーレン流の素朴な調理がなされていた。しかし、BN 産地のプロイシシュ、オルデンドルフ、レーディングハウゼン、バート・エッセンでは、 植物香辛料入りのリキュールが上流され、シュタインヘーガーのように0.7リットルの石器のグラスで提供される。この他に、ノンゲンシュタインと名付けられたプラリネがある。2006年11月のレーディングハウゼンにおける失業率は5.1%であった。これにより2006年のレーディングハウゼンは、ヘルフォルト軍で最も失業率が低かった。社会保険支払い義務のある。 職場数は1995年から2005年までの間に2254から2435に増加した。この町の2005年の税収は住民一人当たり1236ユーロであった。しかし2003年時点でレーディングハウゼンは住民一人当たり1907ユーロの負債を抱えていた。4421世帯が 他のオストベストファーレンの市町村と比較して高い購買力を有していた。GFK 及び IHAC の調査では2007年の購買力は住民1人当たり18,578ユーロであった。レーディングハウゼンの非雇用者は主に第二次産業に従事している。以下の表に2012年6月30日現在の職場の区分を示す。 ビーレン・レディングハウゼンの旧駅舎鉄道、バス路線ビーレン・レーディングハウゼン駅及びの家ミューレ駅はラーフェンスベルガー鉄道の駅であり、1時間ごとにビーレフェルト、ヘリフォルトビュンデラーデンを結ぶ RB71 が発着する。ビーレン・レーディングハウゼン駅は2007年に完全に建て直され、新しいプラットフォームと待合室が設けられた。古い駅舎は、 1980年代以降はすでに駅舎としては用いられていなかった。この他に、町境の外側、隣接するニーダーザクセ州オスナブリュック郡、メレ市には、レーネライネ線のブルーフミューレに駅があり、1時間ごとに、バート・ベントハイムライネ・オスナブリュックビューンで、ヘリホルト・ビーレフェルトを結ぶ、RB61、ビーエンゲビルクス鉄道が運行している。ここでは、 オスナブリック交通会社が運営するメレシバスにも接続できる。これらの旅客鉄道交通は、ラーフェンスベルガー鉄道については、オイルバーンがボンバルディア製ディーゼル車両のタレントを用いて、ビーエンゲビルクス鉄道については、ベストファー,アーレンバーンが、シュタッドラー製の電動車両フラートを用いて運行している。旅客道路交通では2系統のバス路線が、ビュンデとの間を結んでいる。 また、これらの路線はいくつかの地区をも互いに結んでいる。通常はこれらのバスは、オンデマンドバスとして運行されている。レーディングハウゼンは、交通運賃連盟、デアゼクサーに属している。ニーダーザクセン州の領内にある、ブルーフミューレン駅はこの連盟に属さない。ここでは、鉄道では、ニーダーザクセン乗車券の運賃、ここに停車するバスには、 オスナブルック交通会社の乗車券が適用される。道路、レーディングハウゼンは、ハンザ街道とも呼ばれる修道 L557 号線経由で、アウトバーン A30 号線により、広域道路網に接続している。A30 号線は、アムステルダム、バート・ベントハイム・ライネ・オスナブルック・ピュンで、バート・エーンハウゼンを結んでいる。修道 L557 号線は、シュテム・ベーデからプロイシシュ。 オルデンドルフ、ビュンデ、エンガーを経由して、ビーレフェルトへ通じており、シュベンニングドルフでビーエン山地を横断している。この他ビュンダー通りやオスナブリュッカー通りがその名の、都市との間を東西に走っており、東の中級中心都市ビュンデや西の、ニーダーザクセン州の都市メレトの間を、レーディングハウゼンを経由して結んでいる。バレリーナキッチン大きな地元企業は、家具関連分野の企業である。 特筆すべきは、従業員数900人の B 連地区のキッチン、家具製造業者ヘッカーやブルーフミューレン地区のバレリーナである。この他に様々な分野の企業がある。多くのレーディングハウゼン住民は街の外に通勤しており、例えばビュンデやリュベッケで働いている。2011年には2556人のレーディングハウゼン住民が仕事のために他の市町村へ通勤していた。 反対に、レーディングハウゼンに通勤してくる労働者は、3705人であった。ユースホステルレーディングハウゼンレーディングハウゼンは、1980年から、ルフトクールオルトに指定されており、また、北部トイトブルクの森イコールビーエン山地、自然公園に位置するため、多くのペンションやホテルがある人気の保養地である。レーディングハウゼンには、ユースホステルレーディングハウゼンがある。 2005年には、延べ35,636泊の宿泊客があった。この街は、BN 山地南斜面の魅力的な場所にあり、このため、レーディングハウゼン、BN 山地の日の当たる側あるいは短縮して、レーディングハウゼン、日の当たる街というスローガンを掲げている。ツーリストインフォメーションは、ハウスですがステスの中にあるが、この建物では、多くのコンサートやイベントが開催される。 全長 25.5km の自転車文化ルートからは美しい景観と合わせて38の見どころを楽しむことができる。この他にこの街を通る自転車道として、ウェルネスルートトイトブルクの森、自転車道 HF5 号線、バーンラートルートベーザーリッペ、ベストファーレン農場ルート、広域自転車道エルゼベレ自転車道がある。 100枚の案内板がある全長5 5トルのレーディングハウゼンの森の学習路ではビーエン産地の動植物について知ることができる日刊誌としてはノイエベストフェリシェとベストファーレンブラッドがレーディングハウゼンに関する地方面を有しているローカルラジオ局ラジオヘルフォルトは、94. 9 4 9ヘルツで放送されている屋外プールこの街はレーディングハウゼン総合学校内に 公共図書館を設けている。公的な催し物はしばしばハウスですがステス,スで開催される。この他の公共施設としては屋外プールやヘリフォルト群が運営するユースホステルがある。レーディングハウゼン消防団は多くの地区に消防分団があるが無給のボランティアの消防団員で構成されている。レーディングハウゼンには基礎家庭学校がビーレンブルーフミューレン。 オストキルファー、レーディングハウゼンの4校ある。シュベンニングドルフ地区のレーディングハウゼン総合学校は、1991年からある、この町唯一の上級学校である。この総合学校は、同じ場所にあった本家庭学校の後継校である。町内の基礎家庭学校卒業生の約30%がこの学校に進学する。町外の学校では、 近隣のミューレに進学する場合が多い。この他に、レーディングハウゼンでは、ヘリフォルト市民大学の催し物に参加できる。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。